自分の将来は周りが決めるんじゃない。自分の人生は自分で作る。人生はどうなるかじゃなく、どうするかだ。お前らみんな、管理者になれ。はい、皆さんお疲れ様です。管理者塾2回目というところで、先月ですね、お話を1回目させていただきました。管理者とは何かというところでお話をさせていただきましたが、私のですね、自己紹介も含めて割とお話がねベースの部分になりましたというところで、今回はですね、管理者にとって最も大事な存在、補完者とはというお話をさせていただこうかなと思います。この存在なくしてですね、管理者は一人で仕事を成し得ませんというような話になるんですけれども、まあ、この部分には少しね簡単な演習も含めて、やっていきたいなと思いますので、どうかお付き合いください。最初はね耳を傾けていただいて、話を聞いて、どういうものかって理解した上で、ちょっとご自身たちの皆さんのね能力を使って、演習していきたいなと思います。まずですね、前回管理者塾出ていただいて、まあ、感想というかね実感的にはいかがだったでしょうかと、あ、こんなのやるんだみたいな形でですね、こんなのね誰も教えてくれないんですよ。自分で求めていかないと教えてくれないんです。話のね内容とかレベルとか云々っていうのは感じるのは人それぞれかと思います。なんですけど、教えてくれないことを教えるっていうことがポイントなんですね。なので、せっかくなんで、プレーンにね気持ちをプレーンにして、新しい情報を、まあ、求めていくみたいな形の勉強をしていただきたいですね。今までの学校の勉強とか資格を取るための勉強とかいうのは目的が明確なんですよ。資格をね取ったりする、学校で受験に受かるとか、そういった部分の勉強ってなんですけど、今してる勉強っていうのは別に何にもつながっていかない、人によっては可能性があるんですけど、ここでね話をしていくことで実際に自分がその立場になった時に有効な行動選択言動が取れるというのがポイントになってきます。私が10年ね管理者やってますけど、その時に感じている、いっぱい失敗をしましたと。本当に失敗だらけですね。ただですね、失敗をしてよかったと思うこともあるんですね。なんですけど、取り返しのつかない失敗はしちゃいけないと。でなので、失敗から学ぶってことをまた皆さんが学習する能力として、本能として細胞に埋め込ませておくということが大事なんですね。失敗はリスクを伴いますし、代償を伴います。この間うちの息子がですね、ガラスを割ってしまって、そこの請求が5万円来ましたという部分で、何が悲しいかって、請求の5万円が悲しいですよ。俺はそうですけど、息子としてはガラスを割ってしまった衝撃でショックで泣いてたんですね。なので、とんでもないことをしてしまったって気持ちになってるんですよ。でそれがね、まあ物で、それが例えば修理とか保管可能なもので、あったからよかった。これがじゃあ例えば人の傷つけてしまったりですね、どうしても謝罪をしてもしきれないというような状況になるリスクは自分で回避していかなきゃいけないという部分になりますよね。というところ で組織上の管理者になったらですね、いろんなリスクとか困難が降って湧いてきます。経験してる人もね、この中には半分ぐらいが実際の現役管理者がいますし、半分が現場のプレイヤーとして今頑張ってくれている人がいますというところで、ぜひですね、まあ、オフレコの中で聞いていただきたいですけど、皆さんがね、振りかかってきている困難ってどんなんですかって言ったら、どんどん話止まらないですよというところで、皆さん管理者の人は立派ですよね。普段ですね、普段から、難業苦業を、ね、しているような顔をして業務に当たっている人ほとんどうちにはいません。なのでね、よくね、こんな辛い大変なことに、耐えながら乗り越えながらこの笑顔を振りまいてるなという部分でリスペクトが生まれると思うんですよね。なので管理者の人たちっていうのは、皆さん現場からしたら現場を見てくれ、なんで上の人は見てくんないんだって話もそうですけど、悲しいですよ、管理者偉くなったら全然見られないんですよ。全然自分たち見てもらうことなんかできないんで、現場の人たちがこの管理者の人こんなに大変な状況でいろんな、ね、部下もいっぱいいて大変な環境にありながらも笑ってる、ね、笑顔で、何か話を聞いてくれる、まあ、逆転の発想でですね、視点を変えてみて関わってみると、その管理者の魅力とか素晴らしさっていうのが映ってくるかもしれない。この相互関係がうまくいかない業界が介護業界なのかなと思ってます。僕は異業種から入ってきた時に、上司は絶対なん、絶対、ですね、反論なんかしちゃいけない、当たり前です。業務命令が来てそれに対して基づいて成果を出すだけ、数字の成果を出すだけ、ドライな関係ですよ、ですね。それをノミニケーションか中でほぐしてもらって、ようやく生産ができて、また新しく難業苦業耐えていく。
そうじゃなくてですね、この業界は、まあ、良くも悪くも物が言えるんですよ。物が言える。物が言えるんですけど、言う方も心して物を言わなきゃいけないよ。相手も人間だよというところで、物事を良くしていきたいための話なのか、そうでないのかっていうのは分かります。人間なんでね。この人をね、ただ僕がよく見る悲しい介護現場の管理者の人たちっていうのは足を引っ張られたり、この人に対して嫌な目を合わせてやろうと思ってるわけじゃないかもしれないけど、結果的にそういうことを言ってるよっていう現象とか人が多いです。管理者だって完璧じゃないんでね、人間的に完璧じゃないんで間違ったことを言ったりしたりするかもしれないし、ですけどお互い様の中で、補修保全をしていって関係ってつないでいくと。その中でですね、管理者はやっぱり一人じゃね、完璧な人じゃいないんですよ。完璧な人がいない。いないので、どうそういう人間らしい管理者をフォローして組織で盛り立てていけるかっていうことが大事なんですね。その中で大事な補完者ですね。で、ごめんなさい、もう一回おさらいですけど、管理者とは経営と運営とをつなぐハブですね。現場からの話を吸い上げて方針と融合していく。反映させていく。管理者はマネジメント能力を発揮してガバナンスっていうんですけど、ね、統治、組織統治ですねを行っていく。旗振り役なのであるという形ですね。管理者、まあよくねこの絵使ったりするんですけど、人間、組織上のリーダー像の一つの表し方の縮図みたいなところあるんですけど、管理者はどっちが取るべき姿かと思いますか。皆さん印象でいいんですけど、大きな物事を組織ね、組織という箱を動かそうとするときに、これはね、これは大きな綱ですよ。綱を引っ張ってあっちだというふうに道を示す人がいいか、それとも綱は引っ張りません、上に乗っかってます、望遠鏡で見てます、あっち行けって、どっちの方がいいですか。前者の方がいいと思う人、後者の方がいいと思う人。よし、皆さん管理者塾へようこそ。そういう話なんですよ。というか、これはこのスタンスの人がめちゃくちゃ多いんですよ、介護現場。この人たちは、現場の、まあ、リーダークラスといいますか、いわゆる主任さんとか班長とかそれぐらいのレベルの人っていうのはこれでいいんです。でもこれは組織を動かすというよりも、その瞬間瞬間の出来事を動かす代理にしかならないというのは、高いところを見てないので、どういうふうに進むべきかっていうのは、まっすぐ走りなさいって言われてればまっすぐ走らせられるんですよ。なんだけど、組織全体を迷いなくレールから外れなく動かそうとするには、やっぱり景色のいいところに行かなきゃいけないんですよ。でそれで、まあ、昨日も、この間も言いましたけど、武器はね、軍配に変わっていくと。殺傷能力ないけれども、バッて自分が軍配を振れば右に動く、左に動くというような形でコントロール、操縦ができなければいけない。これが組織上の管理者で求められること。介護事業所の管理者でも絶対的にこの方がいいと思うんです。だから現場に入っていっちゃダメっていうか、ダメじゃないんだけど、現場に入っていく余力があるんだったら、せっせと現場で働ける、生き生きと働ける、引っ張っていける人を作りなさいよっていうのが管理者がやるべき仕事なんですね。まあ、ここが大きい。なので、それがそのものがマネジメントであるというところですね。で、組織統治っていうのはみんながね、まとまってね、変な方向に行かないようにやっぱ修正したりする統治能力で旗振っていくというような形、軍配を振ってですね、方向を定めていくっていうのが管理者だよというところですね。なので現場バリバリの経験者じゃなくてもできるんですよ。でここにいる人はそうじゃない人もいます。来てほしいから来てもらってます。なぜならできるからなんですね。そこにおいて、現場実地能力というかね、実地での現場能力も大事なんですけど、あるに越したことないんですけど、それよりも人間力、マネジメント力が管理者の能力としては問われますというところになります。ここまでいいでしょうかね。はい、それではですね、それに管理者に対して組織上の補完者とはというところに入っていきますね。補完者とは、まあ、人は一人では生きてはいけません。ましてや組織は一人では機能をしませんというような形でですね、人って、これ俺やりたかったんですよ、金八先生とか。人という字は
あの人という字はですね、この本当に、姿で表すとですね、まあ、お互いがお互いを支えるというか、人間は一人で生きていけないというのが、こう、まあ、よくね、こういうなんか教科書とかでも見たことあるかもわからないんですけど、まあ、寄りかかる人をね、支えてなんぼ、それが人だろうというところで、互いに支え合う、互いを認め合うということで人となるんじゃないかなと。まあ、人にあらず、これができない人はまあ人にあらずというか、人だからこそこれができるというような形ですね。自分の利己的な餌を自分の横取りしてですね、独り占めして食べたいとか、そうじゃなくて分け与える、誰か苦しい人がいたら手を差し伸べる、こういうことができるのが人としての、プライドというか良さというところだと思います。先ほど言いましたけど、管理者っていうのはみんながみんな完璧な人間ではないというところなんですよね。皆さんの上司、管理者どうですか？あの不完全さが売りの管理者としてはどうですか？失礼な話。いやいいことだと思うんですよ。でもこれがあなたはでも上手ですよね。まあ、なんとなく僕が見てる限り人を認めていくスタンスだから、好かれてるしね。なんかポリシーありますか？そう言われると、ですよね、あるがままに。もうちょっといろいろ考えてください。ありがとうございます。まあ本当に完璧な人間なんていないんですよ。でも本当じゃあ完璧って何だろうというところになって、そつなく仕事ができることなのか、そつなくできる人はですね、十中八九ですね、今度人の気持ちが分からなかったり、今度人にできない人に対して辛く当たるんじゃないかとか、まあ、じゃあそれって結果不完全なんじゃないのというところですね。完璧っていうものそのものが存在しないんですよねっていうところで、いう形ですね。人は皆足りないところがある。だからこそ、でも管理者っていうのは、この先月も言いましたけど、やりたくてやってるっていう人少ないんですよね。まあ、当然ですよ、他の人よりも収入も上になりますし、権限を与えられますし、ですけど判断をしなきゃいけない、決断をしなきゃいけないとか、いろんな部分の責任が伴ってきます。そことのバランスがうまく取れてるかっていうとこはチェックしていかなきゃいけないんですよね。で、管理者は完璧な人はいないから、その穴をどうやって組織で埋めていくか、埋めてあげることができるか、だからこそ補完が必要になってくるという部分になります。まあ、ずっと当たり前のこと言ってます、これ。ここまでね、当たり前の人言ってますけど、私自身がそうでしたというところなんですね。未だにですね、私はもう本当に今非常に幸せな立場にいますが、まあそうなったのも本当ここ 2,3 年の話で、それまではヒーコラやってました。なぜならですね、作りながら組織を作っていく、建物を作りながら組織を作っていく、人を育てていくっていうことの難しさなんですよね。で、最初から管理者とか組織上の担える管理職っていうのは生まれてきません。なので、育成をしていかなければいけない。その時にですね、皆さんが自分たちが管理職になりたいと思って入社する人って少ないんですよ。でもキャリア形成の中で、あなただったら管理職目指せるかもしれないねとか、あなたになってもらいたいとか、期待とか願いがかかってきて、人ってそれを武装してどん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 成長していくんですよね。でも人一人は生身の人間であって、その期待とか願いの、まあそれ鎧みたいなものです、外してしまえばただの人なんですよね。会社を離れてしまえばその権限なんか関係ないしみたいなところになってしまうというところになるので、きちんとしたキャリアという名の武装していくという中で、力をどうやってつけていくかになるんですけれども、やっぱり人は一人じゃできないから、その武装をしていくときに、鎧を買っていくときに、どういう関係の部分で組織を作っていくか、補完者を見出していくかっていう話になります。これ特定施設、特定施設っていうのは介護付き有料老人ホームのことです。まあうちが一番得意というか、やってる主体でやってるところですけど、介護付き有料の補完関係、これはまあ一般の例ですね。ですね、管理者っていうのは施設長です。管理者は僕も三種の神器って呼んでるんですけど、看護師、ケアマネ、相談員ですね。これがいわゆる組織運営上のブレーンとなってもらわないと、ここに介護士さん当然いるんですけど、介護士さんは、現場の最前線で、一番ですね、多様な動きをしてもらってる、この人たちに
まあ、考える人がここの中で台頭してくれる人がいてもいいんですよ。それはもう組織とかメンバーの構成によるんですけど、まずですね、医療プラン外部的な調整、この部分のそれぞれ力というか自分たちの役割を分割した中で成立しているっていうのがこの三種の神器なんですね。看護師、ケアマネ、相談員。ここがまあフラットである必要もないんですけど、誰かしら、これ補完者の話をしてますから、三種の神器は補完関係にあるんですけど、この中から誰か一人が管理者を、まあ、副施設長、っていうかね、それはまあ行政上の配置義務ないんですけど、副管理者みたいな形になってくる。ここから半歩頭抜け出すような存在がいてほしいっていうのが、特定施設の中でうまくいく、これも自分の経験なんですけど、関係性。ただですね、皆さんいろんな現場を経験されている人としては、ここフラットな関係見たことあります？まあまあ難しいんですよ。どっかで能力差とか年齢差もあるし、年齢、性別、キャリアの差がありますので、ここフラットにやっていくの難しい。大概は看護師さんが難しいですね。あの看護師さんは介護施設だけで働いてる人っていう人は少ないです。まず医療の現場を経験してますので、ある意味厳しいんですよ。厳しくて当たり前なんですよね。その厳しさについていけるかどうかというところがまた施設として問われていくというところで、医療ただね、キュアとケアの差ですよ。キュアっていうのはもう治していく現場だから、まあ、本当にですね、甘えが許されないというような感じになります。ケアっていうのは甘えが許される現場じゃないんですよ。ないんですけど、長く続いていくわけなんですね。治す行為ではありませんので、寄り添う行為になってくるわけです。でそうすると、今度看護師さんがキュアの現場のマインドを介護施設に落としすぎて入っていくと、エッジが効きすぎるんですよね。寄り添っていかなきゃいけないのに、ああだこうだっていわゆるおごごとおばさんみたいになっちゃって、ですね、今度介護士が萎縮するみたいな関係はしばしばどこの現場でも見られます。でそうなるとですね、看護師さんの話ばっかしてますけど、その時に、ね、影に隠れてしまう。本来ですね、前に出てもらいたいケアマネの存在とかが陰ったりします。ケアマネ、ここにケアマネ資格持ってる人何いますか？持ってらっしゃる。あ、そうだよね、一応持ってるよね。さっきから何すか？さっきから何なんすか？半分ぐらいからね、持ってらっしゃる。すごいね、これも上位職種ですよね、資格としてあれなんですけど、本当はですね、イニシアチブケアマネに持ってもらいたいんです。なぜなら、医療も介護も全部ですね、それを指揮するための譜面を書くのがケアマネだからですね。でケアマネがコンセンサス取って主導権を握りながら、看護さんここの部分はこういう形でお願いします、介護さんこういう形で、この人こういうね起用があってこういう特性があるからみたいなお話ができると一番いいなっていう風になるんですけど、まあフラットな。ここでね、キーになるのはやっぱり相談員さん。僕あの先月も言いましたけど、相談員職種の人一番好きなんですよね、個人的に。なぜなら地頭がいい人が本当多いので、で同時にですね、営業的要素とか外部で調整してますので、常識もある。まあ、僕がね、幸いそういう人と出会っているという形ですね。なので非常に力があるんです。力があるから、ここの部分のバランス関係すら見て補完に回れる。ここの3種の中で補完関係がすでに生まれる可能性があるってことなんですね。パワーバランスをよく見ているのが、調整してもらいたいのが相談員さん、生活相談員形になるんですけど、この人たちの中で、まあ、それぞれのキャリアとか年齢の中で押し引き、押したり引いたりして、三種の神器の関係が成り立つ。ここがバランスが良ければ、もう特定施設、あと特許とかもですね、まあ、ほぼほぼうまくいきますよという話ですね。介護士さんの話出てきませんけど、介護士さんはこことまたうまくつながれるかどうかっていうのがかなり大事なんですよね。大体が誰かと仲悪いはずなんですよ。気のせいですか？みんな目がそれ。大体ね、でこの3人、この3職種とも仲がいい介護士さん見たことあんまないですね。どっかとこじれてるというか、どっかの言うこと聞いてないとかあるかなと思うんですけど、ただここすらですね、で要は3種の神器を無視してもまたいけない。この人たちブレーン、組織上のブレーンで、この人が譜面を書く人で、この人はこの人でも最終的な指揮者はこの人なんですよね。この人の運営方針を理解してもらいたいこの人たちがいて、実際に動いて楽器を奏でたりするのはこの人たちなわけですよね。なのでそれぞれの職種上の
もうこの多職種連携そのものですよね。どうやってつながっていくかってことが非常に大事になってくるんですね。ここでパレートの法則ってあるんですけど、これどういう、知ってます？まああれなんですけど、物事の、まあ、10あるうちの、なんですか、売上が立て、まあ商売でですね、売上が10あるうちの売上2割で構成されているものが全体の売上を8割を占めてるみたいなところで、例えばラーメン屋さんで、すごいいろんな種類が10種類あったとしても、だいたいメニュー2つが売上の8割を構成しているというような法則みたいな形になるんですけど、これ組織においても言えるところがあって、我々組織100人いたらだいたい20人の人たちが、これまあ働きありの法則とかも言うのかな、せっせと働くというか、まあ、きちんと分かって物事を理解して働く人が2割いれば、あとの8割の人を上手にマネジメントコントロールできるというような法則なんですね。ここにのっとって、我々の組織っていうのは100人いますから、だいたい20人の人を管理職にしたいと思ってるんですね、私。まだそこは実現に至っていませんが、かなりいいところまで人が育ってきています。あとはポストに座るだけになってくるわけですけど、この部分っていうのはまあ法則として成立、本当にこの通りだなと思うことって多いです。だからいかに8割のありもですね、8割ぐらいは結構あの集団で動いてても結構サボったりなんだりするらしいんですよ。修正2割のシカッとした人たちがいると。なのでシカッとした人たちの管理者なり保管者がシカッとしてなければ、それは組織は機能不全に陥りますよね。よくね、施設長とか、もうまたとか、また上がとか言ってるところは、働きもあんまりしない人たちに揶揄されてるんですよ。だ、自分たその管理者の人たちもその働きありじゃないかもしれないというところで、非常にね難しさを露呈してしまう。その中にはこの相関図の中でこれが非常に歪んでいたり、かなり、特化したものが存在してたり。なのでですね、私この管理者塾ですね、 YouTube で上げさせてもらって、なんとですね、すごいですよ、再生回数が130回を超えてですね、誰かが見てるんですよ。でこれのおかげで僕ね、仕事に3ついただきました。全国の仕事1つと県の仕事1つ、あと新潟市の1つというところでですね、実はありがたいんですね。でもね、登録者数が減りました。これどういうことなんだ回りくどいんでしょうね、話がね。まあしょうがないですけど、でも何が言いたいかというとですね、みんな悩んでるんですよ、ここ悩んでる。で現場の最前線の人たちも毎日毎日なんかムカつくみたいな、イラつく話も聞いてくんない、分かってくんないってところには、レントゲンみたいなもんですよ。解剖してですね、一つずつ分解して一つ整理してたら、この流れの中の何かが歪んでますっていうところですね。だからすっきりしないんです。でみんな多くはこの人をダイレクトで敵視します。敵視されてますか？うちはあんまされてないよね。だから俺ね、やっぱり能力高いと思うんですよ、うちの管理者の人たち。 このバランスが実はやっぱ上手に取れてる人が多い、だからこそ任せているて部分になるんですけど、ここのバランスをうまく取れる人じゃないとなかなかここは務まらないかもしれません。でよくあるんですけど、4月年度替わりごとに、この事業者新しい施設になりました、会社になりましたっていう時ほど嵐が吹き荒れますよねっていうところは、この部分の約束事がまだ成熟しないまま問題が起きちゃうんですよ。だからそれは管理者のせいという部分もあるけど、現場もね、いきなりね、いきなりここに気にかかっていっちゃうんじゃなくて、まず自分たちの関わりの関係図を一回理解した中で、問題解決するには誰と何をしていかなきゃいけないかっていう理解をしないまま親方の首取りに行く、こんな業界ないんですよ本当に。びっくりしたもん、本当僕は一番びっくりしたのはそこなんです。なぜここに責任ばっかり追及するか、現場のルーティンはここでやるべきなんだろうと思うんですけど、最終責任を背負うっていうところだけ見えちゃうんですけど、この人たち言うほど何もしてないしできないんですよ。だから一人では何もできないから、この人たちに依存しながら、力を仰ぎながらですね、物事を解決していくしかできないんです。だって武器持ってないんだもん。なのに武器持って間違ってね、後ろから槍差しに行かないでくださいというのが僕の願いというか言い方の思いなんですね。なので、まあ、特定施設の部分の保管関係、これ分かりやすいので構図として書きましたが、これらの関係を構築するためにコンセンサス、さっき使っちゃいましたけど、これコンセンサスってどういう意味かって、合意形成が必要になってくる。
ですね、ちょっとあなたさ、あやちゃんさ、撮ってよ、撮ってよ、俺撮ってよ、ちょっと撮れよっていうよりも、あのすいません、ちょこれ、あの今これからこの人とオセロを今するんで、ちょっと持ってきてもらっていいですか。どっちが気分いいでしょうかね。そうですよね。まあ、簡単に言うとこういうことで、でもこれもね、合意を取っていかないと命令口調になったり指図するっていうのは、すごく印象が悪いんですよね。で、勘違いした管理者とか力を持ってる人によくあるパターン、急にふんぞり返るんじゃなくて頬を垂れるんですよ。ありがとうございます、このスタンスやっぱ持っておかないとすぐ嫌われますね。だから、で今後者の部分のポイント、何々をするから必要だからあなたの力を借りたいっていうお願いまでしておくと完璧なんですよね。よくね、それを勘違いしてね、まあ、家族関係、夫婦関係とかでもありますもんね、あの飯風呂寝るみたいになっちゃうとね、寂しいとかね、問題出てくるわけですよね。あれがまあ縮図で、関係がまあ腐敗した関係になってくるとそうなってくる。なので人に物を頼むとか、人に動いてもらうという意味では合意形成がとっても必要になってきますというところですね。で、このコンセンサスですね、どういうふうに取っていったらいいかという話です。コンセンサスを得るのに有効な手段というのがあります。これ管理者にね、管理者にとってですね、まずあなたから相談する。でほうれん草はよくね聞くと思いますし、あれですけど、その中で報告連絡は簡単にするというか義務みたいなもんなんでしなきゃいけないですよね。でも相談ってなかなか選んだりしませんか、情報とか内容、とりわけプライベートの相談なんかね、仕事上なかなか最近そういうのも難しくなってきてしませんよね。ただですね、この相談をする時のリアクションであなたにとっての補完者が見つかるかもしれないっていうアクションなんです。僕はあの子供の頃からマネジメントセンスが抜群だったので、まあ、はっきり言って自分で事例を覚えてるんですけど、まあ、しょっちゅう忘れ物するわけですよ。で席替えになった時、隣の女の子とかになった時にですね、まあ、すぐですね、消しゴム忘れちゃった、教科書忘れちゃった、割りちょっと勉強する時に必要だから貸してみたいな感じになるとですね、その時にですね、気持ちよく貸してくれる人と渋る人いますよねってところで、これただ僕 の, あのダメなところを今露呈してるのとそういないんですけど、その時にですね、絶対無理っていう人もいるわけですね。その時とかもう、その人がそういうリアクションされたら次から借りれないですよね、お願いできませんよね、でもいいよ、分かったよ、忘れないでねみたいな話で、もうそうすると関係が生まれてるんですよ。なので、積極で結果的にこれは僕は自分の過去の忘れ物を開き直ってるわけじゃないんですけど、ジャブを振るっていうところで、自分はこういうちょっと足りない人間かもしれないけど、その代わりに僕は何をしてたかっていうと勉強を教えてたんですよ、その人に。だから何ですか、逆に利益を享受する、消しゴム貸してくれてありがとう、この恩は忘れない、この時にあなたが分からないと僕が教えてあげる。これがね、失敗例としてですね、高校生の時に隣の席の女の子が落ち込んでたんですよ。テストの国語の点数が悪かったみたいでへこんでたんですね。で、あんまり気にしないでいいよ、今回の難しかったからさ、俺もさ、まあいい点取れたんだけど、まあ気にしないでよって言って、でちなみに、何点だったのって聞いたら、俺が75点でその人88点だったんですよね俺よりハイスペックだったっていうところで70数点で喜んでた俺とその人優秀でね、筑波大学行きましたけどまあそういうね、ちょっと迂闊な相談もしちゃいけないんで、話もしちゃいけないんですけど、まずあなたからマインド開くというところがかなり大事かな。でその時に保管者を見つけるんです。いいリアクションしてくる、あ、そっか、まあ、これがあと施設のとか現場の中でどれぐらい、いきなりね、もうこの人とこの人のなんか揉め事がドロドロでみたいな話じゃなくて、簡単な相談からできるかってことがかなりキーかなと思います。相談されたら嬉しくないですか。ちょっとは嬉しいと思うんですよね。あ、ただね、自分に余裕がないと辛いですけど、まあそういう人をいきなりね、相談相手に設定する人はまたセンスが問われちゃうので、まず話をするときに、俺このことについてこう思ってるんですけど、あなたはどう思いますかとかいうような話をしながら感謝を見つけてみましょう。で次は相手の話を受け止める。
まあ、これが多いんですよ。管理者ですね、もう嫌おなく現場的にバン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 相談してくる。相談の質問わずですね、質の、ね、低い相談とかがバンバン来る現場もあります。人たちね、構成メンバーで。でもこの時に、基本的に相手の話を受け止める。自分たちでジャッジができるわけですよ。相手の相談して、あ、この人ってこのレベルで相談してくるのかとか、このレベルで、相談だけしてくるけど自分で解決策とか何も考えてないとか、整理ができるじゃないですか。でこの中で私はこの部分でこういうことがあってこういうふうにしようと思うんですけど、施設長どうですか、誰々さんどうですかみたいな話を聞いてくる、相談してくる人って見込みあるじゃないですか。だから見つけやすいんですよ、補完者を。で僕が入社してですね、商社から転職をして自分が能力何もない時に、やっぱり自分が弟子になってですね、この生活相談員だったんですけど、相談を自分からしました。どういうふうに、ね、まとめていったらいいんだろう。で僕が一番最初に直面した困難は、開業したばっかデイサービス開業したばっかで、看護師さん必要だったんですけど、看護師さんがお客さん受け入れる前から辞めちゃったんですよ。なぜなら準備してるこういう工作とかカレンダーとか作ってるところで揉めて処置する前に辞めちゃったんですよ。でね、ここがね、介護施設の痛いところで、人員基準的にダメだったら介護できなくなるんですよね。でもう本当に慌てましたが、ギリギリのところで1人抑えられたので、なんとか開業できた。でもですね、ここの施設の開業よりも半月遅れましたねっていう感じの部分があって、本当にそれは困っちゃう部分になるんですね。でその相談をするですね、自分がわからないから相談に乗ってもらって、僕は弟子入りをしていろいろ教えてもらいました。本当に、感謝してます。でこの相談して答える、解決してもらうとか、小さな成功体験をつなげていくと信頼関係が生まれます。なので相談は自分からすべきなんです。で自分がこう思ってる、頭の中をこうやってずっと難しくしてつけてこねてる人いても、全然それは、ね、何の魅力にもならないね、何の解決にもならないし、自分で何かをやろうとしてるだけで、逆に何考えてるか分かんない、言ってくんないから何か起こってるみたいな感じで悪影響です。今俺はこのこと考えてるんだけど、みんなちょっと一緒にちょっとだけ力貸して知恵貸してっていうところの話が簡単にできるようになると、もう管理者としてのズバ抜けたセンス感じることができると思います。で相手の話を受け止める。で共通の目標、約束は何かを決めておく。これは事業所とか、ね、施設、組織、法人としての理念とかに基づいて、ここは人じゃなくなるんですよ。で言葉がすごく大事になってくるんですね。なので理念とか方針っていうのは大事。ベクトルを合わせるときにですね、これが皆さんの行動を指し示す。こうなったときに、ここに理念があればここに向かっていっていいんだ、この人だって不安なわけですよ。なので共通の目標、約束は何かを決めておく。で今年度の施設目標何ですか。わかりますか。大手と職員全体のステップアップ。すごいですね、ちゃんとすぐそれでうんって言ったんだよ。分かってんの、目的が共有されてますね。共通の目標ですね、約束は何かを。田川さん集中して悪いけど目が泳いだね。今日はごめんね、そういう役回り今日だけにするから。でもね、だから共通の目標、約束何かを決めておくと、やるべきことの領域が分かるんですよ。で何が分からない、ガードレールがないと、どんな風に舵取っていいか分かんない。施設長、上司の言うことを聞きたいけど、分かりたいけど、どこまで行っていいのとかが分からないじゃないですか。いやそうじゃなくて、売上目標もここで集客ここまでするって決めてるんだからって数字で知っていれば、なお具体的な行動が取れます。だからこの3つをですね、コンセンサスを得るのに管理者は上手にコントロールしてるはずなんです。なのでそこをセルフチェックしながら、ちょっと1回演習してみましょうというところで、皆さん、施設同士だとあれなんで、ちょっと違うところで、ちょっとシャッフルして、他事業所の人たちと一つこのポイントを踏まえて、自分の身近な相談事を
してみてください。で、相談をする内容も関係を作るための相談だから、本当の悩んでる相談ちょっと今聞かないんで返済に困ってるとかね、そういうのいいんで、逆にお互いの関係の中でジャブが触れる相談って何だろうっていうのを考えながら、今のこのルールの中で、相談してみてください。で、聞いた側は、あ、この人自分との関係を作りに来てる相談だなって思うこともあるわけですよ。で、それがどうかっていうのは聞く側はジャッジ、それの表と裏でちょっと一回やってみてもらえますか。トータル10分ぐらいで、5分ぐらいで、5分で一回切りますので、ちょっとパッと今やってみてもらえませんかね。じゃあちょっとお願いします。はい、ありがとうございました。じゃあ皆さん元の席にお戻りください。これ以上の相談ある人は各自居酒屋に行ってください。今行かないですけどね。ありがとうございます。じゃなくして語れないような話になってきますよね。まあありがとうございます。皆さんどうでしたかね、やってみて。僕はね、すごいなと思うのは、やっぱりいきなり皆さんここにいる人たちってやっぱり選ばれている人もなので、すぐ入れるですね。皆さんすぐこのシミュレーションによく答えていただきました。ありがとうございます。これが結構すごいんです。というかさっき言ったあなたから相談するっていう相談力のセンスをもう持ってるってことなんですよ。で、皆さん的にはどうでしたか。話しやすい相手でしたか。で、受ける人は受け止めるっていうねつもりで聞いてもらったはずなんで、今度聞き手の僕は一番自分判断するけど、相手を話を遮って自分の話しちゃうとか言うじゃなくて、管理者の場合は相談が来たらパソコンやってても手を止めて顔上げてどうしたっていうところから始めるみたいな、まあ、聞く能力で話して説明する文章構成力とかいった部分でどうでしたかね。このやっててだいぶ心地よかったですか。ちょっとじゃあ1人2人感想聞いてみようかな。小泉さんどうでした。誰でしたっけ。はい、普段から女性の方に囲まれてる現場、尻に敷かれる慣れてる俺と一緒だな。そんなにこう普段に参加されて、すごいね。自然と話せた、はい、聞く側としてはどうでした。私も自然と話を聞くことが、こんなことで悩んでるんだねみたいな形でね、はい、管理者のじゃあやっぱスタンスを取ってくれた感じですね。はい、ありがとうございます。あ、アキさんどうでした。あ、そうですね、はい、もうすでにスクールの時にちょっとお世話になっちゃってもあるので、あ、はいはい、その時からすごく思われ、優しく教えていただいてたので、もうその時と同じように普通に相談をさせていただいて、あ、そっかそっか、共感もしていただけましたし、本当に話しやすい。なるほどね、はい、相談しやすかったですか。あ、もちろんです。この雰囲気って大事ですよね。やっぱむちゃくちゃこういう人に相談できないですもんね。これ大事なんですよ。相当センスあるんですよ彼は。じゃあ逆に聞き手としてどうでしたか。はい、うまく相談してくれて、いい相談でしたし、すぐにいい相談。ちょっと俺この話どこ行くと思ってグラグラの。ですね、ずっと思ってることを言ってくれた。ああ、こういう部下の相談だったらいいな、はい、こういう部下だったらいいな、はい、ありがとうございます。まさにこの実践につながる、これを体感していただいたんじゃないかなと思うんですよね。相談って大事なんですよ。で、相談は来たら上司の人は感謝しなきゃいけない。相談をくれるんだ、まず相談をくれたことにありがとうっていうスタンスを持つと管理者としてうまくいきます。今後にしてとか最近よく聞くようなそういう上司とダメなのね、今忙しいからとか、いや本当に忙しい時は今忙しいからって言っていいんですよ。今忙しいんだけどこの時になったら空くから、あなたコンセンサスです。あなたの予定はどう、この時までちょっと待てる話、それとも急ぐ、場合によって予定を変えるよぐらいなこと言われたら、もう相談する前から満足なんですよ。
で、とりわけ女性が多い現場じゃないですか。この相談をバカにしちゃいけませんっていう話ですよね。まあ、おっかない相談いっぱいあるんですけどね蓋を開けるとおっかない相談いっぱいあるんですけど、ここの相談することで、あとはですね、相談者は相談をするで話すことでもう解決してる人も多いっていうと、これがさっき言った相談の質、レベルの差っていうのが実はあるんですと。改善したいがための相談、これもないがしろにしてはいけません。だけど自分の気持ちがもう収まらないから聞いてくれって相談もあるかもしれない。ここの精査はしなきゃいけないですね。で、自分が忙しい時にでも現場改善をしなきゃいけない、現場改善より忙しい相談って、そこを、ね、放棄してね、見捨てていいような相談って、何だろうとかいうふうに考えるみたいなところでですね、やっぱり相談の質とか選別をしなければいけない、優先順位を決める。なのでその相談を受けるスタンスですね、構えというのを大事にしてもらいたい。で、相手の話を受け止める、自分から相談する力っていうのも大事なんです、ね、で、相手が解決してくれそうな話をしてくれることで、このキャッチボールを 1,2,1,2 を繰り返すことで信頼関係がやっぱ生まれてくるというところで、さっき言ってくれた雰囲気っていうのも大事ですし、その構えですね。で、これができると相談相手も相手のことを考え始めるんですよ。管理者のことを考えないでものをバッて言う、現場のストレス発散のクラッシャーみたいな介護士さんとか現場の人っていうのは、よくあるのは相手のことをなんか見てないです。相手のことはどうでもいいんですよ。自分のことを処理したいし済ませたいから相談する。でもこれはだから相談の質の違いなんです。管理者はこれを見てくださいって話、そこに目を止めて、でもきちんとね、受け止めて、そのレベルが仮に低いと思ったとしても受け止めましょう。受け止めて話をする。で、その時に相手を諭さなきゃいけない。論破しちゃいけませんよ。論破しちゃいけない。受け止めるんだから。話を諭す時に、でもうちらの目標ってこれだよねというところで、人じゃない代わりを用意しておくっていうのは、言葉は大事なんですよ。言葉っていうのはいろんなことをですね、カバーしてくれたり代理になってくれるんですね。この時に施設とか会社の目標ってあるよね。ここに対してあなたはストレスが溜まって文句を言っているの、現場のね話をしてくれてるのっていうか、いうところの指標を持っておくっていうのはとっても大事なんです。ここがやっぱり上手にやっぱり使いましょうというところですね。はい、ありがとうございました。皆さんね、さすがですね、すぐ演習に入っていって有意義に時間を使うことができましたというところで、最後ですね、補完者ができたら責任と権限、これはこれだけで一コマやろうと思ってるんですけど、責任と権限っていうのが大事なんですね。補完者っていうのは、まあ、例えば副施設長とか副管理者みたいな形の存在になっていくわけですけど、責任と権限、権限がない人に指図されると嫌なんですよ。皆さんさっきのね、オセロの話戻りますけど、オセロの話はいろいろいい形とお願いするコンセンサスあったけど、オセロはそもそもオセロぐらいだったら自分で取りに行けばいいですよねだけどそのお願いとか指示とかのそのレベルですね、これが同じ職域でフラットな立場なのに指示命令はされたら嫌ですよね。それが与えられてない権限を行使する人っていうのも実は現場にはいっぱいいます。これが自分が仕事をしないで人に指図ばっかして仕事してるふりしてるみたいなのが、よく話として相談でも上がってきますよと。会社の人ここ裁かないといけないですよというところなんですけど、まずそこの相談として補完者で、そのポジションをきちんと与えたならですね、副施設長と、管理者の私の右腕だって話したなら、まあ会社にその役職があるのかないのかっていうのはまた問われるかもしれませんけど、みんなが分かるような形で私の右腕であり補完者ですよっていうところを少しですね、みんなに周知するというのがかなり大事かなと思います。なのでこの人の話は私の話とほぼ似合いイコールだよというようなことを言っておけば、その人の権限が分与できるんですよね。なのでどんどん厚みが増していきます。だから信頼関係が構築する自分にとって大事な存在だ、補完者だと思ったら権限を与える。で、責任も同時に伴います。あなたの言動が一発でそれがじゃあ通っていく話になるかもしれないけど、その時には責任もでも伴いますからねっていうところ。でも最終責任はこっちで負うけれども、あなたにもその一部的な現場の責任は負ってもらいます。だけど力も与えます。これがないと責任と権限が与えられてない上司っていうのが組織に結構いたりするんですよ。もうすぐバカにされます。
皆さんの現場ですね、前職の現場とかいませんでした？名ばかり管理者みたいな感じで、気がつけば理事長の方が、理事長がもう絶対権限を持っていて決定権あって、施設長としては何も決められないとか、それはかわいそうなんですよ。組織論を無視している理事長がいるってことなんですね。施設の現場に与えている、現場なりの力を与えなきゃいけない、そういうのを忘れていくって、まあ、結構ワンマン経営の、ね、社長とか、そういう独善的な法人のトップって結構います。これはもう非常にかわいそうになってくるんですけど、責任と権限を理解してきちんと分け与えて、そして代理代弁者であることの周知、これができることによってこういう仕事ができるんです。現場にいなくても現場のことを理解していく、現場の代弁者、僕の代理がいますので、この人の言うことは聞いてくださいねって最初に周知しておけば、そういうふうに伝わると、まずそれを刷り込んでおく、かなり大事になってくるかなと思います。なので、でもこの人と全然合わないとか意見が合致してなかったら修正しなきゃいけないんですよ。なのでおおよそこの信頼関係の中でベクトルを合わせておけばこういうことができるわけですね。でそれでもって現場の話をきちんと報告できる力のある人に権限を与えることで、自分が現場にいなくても現場の状況を情報として持ち得ることができる、多様な仕事を複数の事業所を運営しようとか経営しようとか思う人はずっと現場に入ってずっと見てられないんですよ。でそんなことやってる人非効率だし、まあ、はっきり言ってバカです。なのできちんと情報集まってくる、日報とか相談報告ベースで上がってくるような仕組みを持っておけば、代理代弁者に任せ続けることができる。これが多様な仕事を同時多発的にやるコツになるんですね。だから信頼関係が必要になってくる、日々のコミュニケーションがとっても大事になってくる。でその代理代弁者であることの周知、最終的に組織上のポジションを明確化してみんなに分かってもらう、これが本当に大事になってくるという部分ですね。最終的な整理をします、まあ、かなり今回大事。僕はもう自分が未だに無能なので、この補完者の人たちに助けられました。ここでいる人たちでそれぞれペアを組んでいるので、一番最初はこの人とペア組んで、その翌年この人とペア組んでるんですよね。まあ、僕は本当人に育てられてるというか、この人たちが有能だから、僕自身が無能でもなんとかなったというところなんですね。それは彼女たちが、そのものが、一人だとまたそれはそれで問題があるんですよ、難しさがあるんですけど、じゃあここを分与してたりするから、この人に逆らうぐらいだったら僕と対峙するぐらいのつもりで来てねみたいな話をしとくと、そうそう来なかったり、その質が変わってきたりするみたいなところなんですね。なので、まあ、非常に助かって、補完者がいないとうまくいきません。管理者は管理者になったなら、まず自分の補完者、補完たる、ね、べき人は誰か、でこれを上司とか会社の経営者に、いや私に補完者つけてくださいって言ってもダメなんですよ。そんなダメな理由を今語ってきたので、自分で作らなきゃいけないとなんですね。それが人事の部分の裁量で、いきなり管理者と補完者ワンセットで人事がとかね、移動がなされるってことない、ほとんどない。基本的にはこの管理者からコーディネートしていく組織作りになりますと。管理者になってほしい、ここにいる人になってほしい、管理者になったのなら自分の与えられた組織図、相関図を見て、じゃあ誰と組んでいくかっていうのを即座に考えるべきですねというところ でその中でうまくいくコンビを組んでいく、ペアを組んでいく、チームを組んでいくというような形にしないと、うまくいかないという形ですね。でそれで現場に感謝をしていく、現場に感謝をするために自分の褒めとか指摘とか指導とかがずれないためには情報を吸い上げる、そのためには補完者からきちんと関係を作って情報をもらえるようにする。これの連鎖なんですね。これのスパイラルが良き組織づくりの管理者のやるべきことなんですね。なので、今回一コマを割いて補完者というような話をさせていただきましたが、超重要ということなので、皆さん自身が、まあ、プレイヤーたる立場にいる人たちは、誰の補完をしているかっていう見方も大事なんですよ。私の話とか動きとか言動とかシフトを埋めていく動きって、誰かの上司とかね、組織の補完をできてるだろうかっていう考えもまた持ってもらいたい。私が動くことで誰かに貢献できてるだろうかっていう視点ですね。毎日毎日消耗するようにすり減るような仕事をするっていうマインドじゃなくて、自分が1日参加して何か得た成果物は誰かに作用してるか、誰かの幸せにつながってるか、組織の向上に向かってるか、改善に向かってるかっていう視点で物事を考えていくと、
多様な仕事ができるようになりますし、信頼されます。自分が信頼されね、自分から信頼を勝ち得るような関係を作っていってもらいたいなと思っています。ですので、今からでもすぐにでも補完者になろうと思えばなれます。ぜひですね、自分がね、立候補してもらってもいいと思うんですよね。今いる施設長とか管理者の人に、私あなたの補完者になりたいんですけど、どういう求人出てますかみたいな、ね、話で、あのお手当はいくらとか、そういうこと言ったらすぐ嫌われますからねあれなんですけど、でもあなたの部分をリスペクトしているから、私はでもこの部分を自分の能力として補完していきたいっていう話をされたら、管理者の人嬉しいですよね。こんな幸せな話じゃないですよね。組織のことを一緒に考えてくれるって気持ちが現れてるんだもんっていう話なんですね。だからとっても大事なことですというところで、この技をね、手段を使いながら立場を理解して、関係相関図を可視化しながら人として支え合ってくださいというのが今回の話でした。はい、時間になりましたので、管理者塾じゃあ2回目終わりにしたいと思います。何か質問とかある人いますか？まあ、ないですよね。何かあったら言ってください個別に相談してください僕はね、今忙しいからって言いますからダメな管理者です。そうだね、はい、すいません。はい、貴重な時間ね、聞いていただきましてありがとうございました。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。